ティでゲットしたキーに次の指令、列車に乗ってベネツィアに行けと書いてあり、ブチャラティたちは指令通りフィレンツェ行き特急に乗った。このポンペイで手に入れたキーに書かれてある指示に従って列車に乗ったが、ネアポリス駅6番ホーム1号車前にある水飲み場にいるカメにこのキーを使い、そして列車にて娘をベネツィアまで連れてくること。追伸、君への指令はベネツィアにて終了する。水飲み場でカメは捕まえてきたが、カメにキーを使えとは一体どういうことなんだ。あ、まさかカメの甲羅にこの八角形のキーと同じ形があるぞ。このカメの甲羅にキーそのものをはめ込むんだ。なんだ、このカメはメリコム、まさかこのカメスタンド使い。うわー、俺たちもカメに吸い込まれていくぞ。なんなんだ ここは。どうやらここはカメの中のようだ。どういう仕組みになっているのかはわからんが、とにかくこれなら安全に列車に乗ってベネツィアまで行けそうだ。ブチャラティたちはすでにこの列車のどこかに乗ってるようだが、おいフェッシー、この列車を先っちょからケツまでとことんやるぜ。どっかに潜んでいるブチャラティどもを引きずり出してやる。あ、兄貴、まさかやるんですか。乗客ごとやるつもりですか。言っただろうがよ、とことんやるってな。奴らは絶対いる。ザ・グレイト・フルデッド、ペッシー、お前は列車の反対側を探せ。ああ、ナランチャどうした、気分でも悪いのか。なんか痛かミスター。歳を取っている、スタンド攻撃だ。列車の中に俺たちを追ってきてる敵がいるのか。しかもこの亀の中にいるってことがバレちまったのかよ。落ち着けミスター、まだここがバレてるわけではない。多分この敵は俺たちがこの列車のどこかに乗り込んだということだけを知り、そして彼女を探し出すために列車全体を無差別に攻撃しているんだ。ミスター、お前が敵を倒しに行くんだ。俺たちのスタンドパワーと体力がなくなる前に。わかったぜ、ブチャラティ。この乗客たち、全員年を取って弱っている。死んじまった者もいるのか。やはり無差別に攻撃しているぜ。ねえ、あんた、助けてほしいんだよ。俺どうなっちまってんだよ。おい、お前、向こう行ったろ。バカめ、くらえ、グレイトプルデッド。うわあ、貴様。時価は素早いんだぜ、兄貴。プロシュート兄貴はやっぱりすげえや。これぐらいのことで騒ぐんじゃねえ。俺たちチームはな、そこら辺の大口叩いている負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。行くぜペッシー。ミスターが3両目から出てくるのを俺は見た。娘は食堂車にいる。列車の窓から見えた感じではブチャラティは駅のホームで何か黒いものを受け取った。それだ、この食堂車で今探すの。兄貴、
物陰に何か動くものがあるぜ。なんだこりゃ。亀かよ。そしてこの亀の背中にくっついてるものの中には、見つけたぜ、トリッシュだ。他の奴らも見える。兄貴、こちら一人足りないんじゃないですか。ぶっちゃらってた。兄貴、中にいないのは、兄貴。何？任務は遂行する、部下も守る。お前ごとき両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだが、覚悟はいいか。急速に進んでしまう。次々と補給しながら奴と戦うことになるな。
呼吸しながら奴と戦うことになるな。感じるんじゃ。